私の父が賛成党を強く支持してます私も政党の中では一番賛同できることが多いのですがやはり神谷さんと武田先生との女性天皇に関するやり取りの違和感が拭えませんそこでお忙しいとこは大変恐縮なのですが武田先生の方から神谷さんと再度コンタクトを取るってことはできないでしょうか私としては神谷さんの考えももっと聞きたいし一方で武田先生の話を聞いて考えを改めてほしいなと思っていますご検討よろしくお願いいたしますということですけどもねいやーこれはだから 私は賛成党に講師として呼ばれてななぜ女系天皇はダメなのかそしてななぜ女性天皇がダメなのかこれもちゃんとですね説明したわけですよねそしたら神谷さんはそこで「うーん」とですね真面目に聞いてましたよそしてもう私と考えが一緒だっていうふうにおっしゃって「その方向で行きます」って言うから「そうかそうか」というふうに私は安心していたんですけどもそしたら選挙直前になったらいきなり「女性天皇は賛成だ」って言い始めちゃって「ええー、て。 ですよねですからこれはですね、まあ、いろんな議論、まあ、いろんな政策の中でね必ずしも自分と一致しないことってあると思うんですよ。でもまあこ違ったからじゃあ全部付き合わないかといったらそうではないのでいろんなことが違ったって付き合う人もいるわけですよ。でもも全部が一致してでもここ 一致してたらもうその人とは付き合えないっていうのもあるわけですよねこれは人によって違うと思うんですけど私の場合は口頭を守るために言論をやってますので女性天皇というのは口頭をね崩す口頭を壊す入り口になることですから女性天皇 OK とか女系天皇 OK っていう人は私はですねそこはもうそれだけで敵なんですよね私は全勢力を使ってそういう活動をしたり言論してる人を本当にもうこれ私にとってこの言論というのは、まあ、格好 不闘技ですかから例えば消費税上げる上げるないとかそれは別にいいですその議論で私が負けようがどうってことないんですけども口頭は守るか守らない崩れるかのどっちかしかないので私そのために言論やってますのでねそうすると、まあ、そういうね女性天皇 OK 女系天皇 OK って言ってる人は私からすると倒すべき相手なんですよねもしくは別に <laughs> 倒すって言ったって別に暴力じゃないですよもしくは対話の中でねなるほど武田さんの言うことが正しいって言うとなるかもしれないしねもしくはその人のそういう言論をしてる人が のさばって影響力を持つことになるとこいつは一点てんの嘘だこれはもう守ることにならないと言って本人は返しにしなくても周りの影響を削ぐというねこれが私の戦い方になるわけですけどもねですから神谷さんが何かねまあいろいろ喋ってますけども、えー、なぜ女性全能いいのかっていうことを喋ってましたけども全然説明になってないので多分ご本人もあの自信ないと思うんですよね本当にかったる理論があってセオリーがあってねもう武田だろうが何だろうが出てきてもねちゃんと説明するって いうそういう自信があれば来ると思うんですよところは来ないんですよね来ない理由は多分2つ考えられて1つは忙しい忙しいって言ったっていつでもどうぞ来て,てんだからね別の政治家とはね対談とかしてますからね全く時間がないってことないと思うんですどうするとなんで来ないのかなと思ったら説得されちゃうとか論破されちゃうのを恐れてんじゃないかなと思うんですよねだったら言わなきゃいいのにねいややっぱり自信があることだけ言えばいいしまあ、自分は女性天皇でもいいと思うでもちょっと自信がないのでこれから勉強しますぐらい やったら全然いいんですけどもあんなに堂々とね女性専務大丈夫だとか言っときながら説明中身空っぽでしょだからちょっと話しましょうともしかしたら私がね感化されるかもしれないわけだからもし神谷さんが本当の正論を吐いてね具の根も出ないほど私の言うことを論破してくれたら「あーすいません神谷さんの言うことで正しいと思います」って僕がなったかもしれないわけで逆のことを僕がやったら神谷さんが「なるほど武田さんの話聞けてねわかりました」で「いいねどっちだ」っていいじゃないですか2人とも正しいところに。 着地できればいいわけだからせっかく選挙近いから「ね、来てください」と「そんな自信あるんだったらね行ってくださいよ」っていうふうに言ったんですけども「え忙しいから行けません」と言われ「あわかりましたじゃあ選挙終わったらねバッチつけてその後来てくださいね」と毎週お待ちしてるんですけどもしかもお待ちしてるという旨をねいつも言ってるんですけども一向にねだって私と神谷さんツイッターでダイレクトメールつながってんですけどもね一向に来ないですよねだから「忙しいか?」「自信がないか?」ということじゃないですかね。 まあだから私は何もね失うものはないですから神谷さん自身がね選択を迫られてるということだと思うんですけどもね多分説明できないと思いますよね説明していただきたいんですけどもねということですありがとうございますだから自民党だって私違和感ある政策いっぱいありますからね消費税上げようとしたりとか防衛費2%って言ったってね底上げとかもういちいち自民党がやってること私もうカッしてますからね賛成党が言ってることで正しいなと思うこともたくさんありますよでも私にとって口頭 以外はどうでもいいんですどうでもいいってことないんですけどもまあ、それほど口頭が重要だということなんですねだから口頭の問題さえ一致していればまあ、後のことが違ったっていいんですそれはさまつな問題なんですけども口頭に対する考え方が違ったらこれはねさまつじゃないんですよまあ、そこが全てだって言ったらちょっと過激に聞こえるかもしれませんですけどもと言いたくなるほど口頭を守るということがもう重たいんですよ <laughs> ここが一致しなかったら私からしたら打倒すべき 相手なんですよねですから他はいい,い,いけども 女性天皇認めてるだけじゃんみたいな風にはならないんですよねということですねだから神谷さんが本当にねコアな保守の指示を受けて自民じゃぬるいと自民を正しい方向に引っ張ってくれる保守政党になってほしいというのであれば口頭を真剣に守ろうとしてる人たちを抱え込んでいかなきゃいけないと思うんですよですから女性天皇を認めますなんて言ってたら私は少なくとも応援できないですよねこの番組見てる人も同じ思いの人一定数いると思うんですよねなのでちゃんと と勉強して女性天皇はリスクありますねダメですねって言えばいいだけの話じゃないですか、えー、むしろそういう方が好感持てますよねこうだって思ってたけどもちゃんと議論したら考え変えましたという風になればおおってなりますしだからそうであればね女性天皇女系天皇はダメだ というふうに賛成党がなるんだったら、私は頑張ってほしいと思うんですよね。そうならないんだったら、潰してやれとは思わないけども、うん、別に私は応援することはないというだけのことですよ。なので、どうでしょう。神谷さんとしても、必ずどこかで乗り越えていかなきゃいけない話題だと思うんですけどもね。と思います。ありがとうございます。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして、誠にありがとうございました。えー、動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 本家武田恒にチャンネルでは毎週木曜日夜8時日々の新聞から話題のニュースを取り上げわかりやすく解説する番組をライブにて配信していますよろしければ生放送も見に来てくださいね